終末のパラレルワールドに来たのか。愛の御霊よ、どうか慈悲深き加護を与えたまえ。加護を与えたまえ。私は何を見ているんだ。私の名前はつくも宗氏。ほう、これがメキシコの死者の日の祭り、華やかな祭事なり。世界の死生観を学ぶため諸国アンギャに出た僧侶だ。漱石に名を連ねる者として、今日も訪問者はゼロか。私は日本の現状を憂いていた。かつては庶民が相談事を持ち込み、仕事が忙しく家族と会えねえんだよ。一度業務を見返し、無駄時間がないか改めよう。地域共同体の根幹だったのが僧侶だ。だが現代、僧侶の出る幕は葬式だけ。さらに葬式も簡略化。ああ、なるべく薪で、親父に戒名とかもいらねえっす。いらないですと。ここ10年で130万円から67万円に葬式費用も減少。この数字は死の軽視とも取れる。メキシコでは死が擬人化される。そのため皆ドクロ化粧だ。そういえばおばあちゃん、死ぬ前ピザ爆食いしてさ。あの人らしいわね。そして陽気に死者を思う。日本の盆とは真逆だが息を感じる。私は日本の現状を変えるべく世界の死生観を学ぶ、いわば死の探求者だ。変な仮装、マリーゴールドどうぞ。仮装ではないのですが、この花は？今日はあの世から死者が帰ってくるの。道に迷わないように目立つ色で匂いの強いマリーゴールドを飾るのよ。お盆に提灯を飾るのと同じだな。気がつけば祭りの外へ歩き出ていた。ん？影？ふと巨大な影に覆われる。そびえる国威の骸骨、日本の巨大仏像にない禍々しさよ。なんだこれは。死神か、破壊の神か。近づいて目に入ったのは、象と同じく手を広げた姿勢で祈る群衆。サンタムエルテ様、どうかご加護。サンタムエルテ様。終末さえ予感させる狂気の光景に背筋がヒヤリとする。だが衝撃冷めやらぬ中、何事か。銃声が辺りの空気をぶち壊す。逃げ惑う人々、俺も体勢を低くし歩を進める。マフィアが現れたのか。メキシコは世界で2番目に犯罪の多い国。その中心にいるのがマフィアだ。逃げた先の路地、目に飛び込んできたのは、助け。黙れ、今から夜の街に売り飛ばしてやんよ。若い女がタトゥーゲスに襲われている。力で劣る女性を襲うなんて過当な品格。邪因を犯すべからず。止めるべくバイオ投擲。ああ、なんだてめえ。なんだはお前だ。不助死への横暴はたとえ神仏が許そうとも私は断罪する。簡単に突っ込んでくるゲス男、天に代わって注させてもらう。残念、私は空手の心得があるのでね。そして女子の手を取り、逃げましょう、走って。ええ。その場を後にさせてもらう。ひとまず危険を脱するが、つくもと申します。何かの縁だ。家まで送るよ。あら、助かるね。あたし、オナ。一人で返すのはためらわれる。最近マフィアがうるさくてさ、さっきも銃撃音があっただろう。やはり、ここらはマフィアがいるのか。ここは貧困街、マフィアの根城だよ。帰宅道、再び巨像の前に差し掛かる。オナ、これは一体。ああ、サンタムエルテ国際寺院よ。この聖女像は高さ22メートルだよ。でかいな。奈良の大仏でも15メートルだ。サイズもさることながら、女の骸骨の風貌も独特だ。サンタムエルテ様はここら辺の神様で、死の聖母、願い事、何でも叶えてくれるの。善悪に関係なく何でも。だからメキシコ中で信仰されてるの。善悪に関係なくだと。それは聖女と言えるのか。疑念が頭をもたげる。もともとサンタムエルテ崇拝は土着信仰で、家庭内で細々受け継がれてきたという。商売を繁盛させてください。彼が振り向いてくれますように。治安が悪く貧困率の高い国で弱者の拠り所だったのだ。白は厄除け、赤は良縁、青は知恵。服の色でご利益も違うの。願望に柔軟に応える神か。信仰される理由もわかるな。聖母マリアにも等しい存在よ。だが信仰が公になったのはここ20年ほどらしい。善悪の区別なく願いを叶えるため、囚人や裏組織も信仰の対象にしているのだ。犯罪や暴力は絶えないけど、無事なのはサンタムエルテ様のおかげよ。私が生まれ育ったスラムでも盲目的に信仰する人は多いわ。オナに促され、巨像の前で祈る信者の輪に加わる。聖女様と同じポーズで祈るの。こうか？一見気味悪い集団に思えたが、実情を知ると自然に偏見も消えていく。だが信者たちに習い祈りに没頭していると、今度こそ逃がさねえぜ。オナ今日疲れ、さっきのマフィアたちに再びオナを連れ去られてしまったのだ。奴らの後を追い教会裏手へ来ると、目を疑う光景が広がる。これは裏取引の現場らしく、大勢が前後不覚になっているのだ。
その時ネットで見た記事がフラッシュバックする。サンタムエルデ様、願いを聞き届けたまえ。ここに供物を捧げます。いや、過去にサンタムエルデへ人間を生贄にする凄惨な事件が起きていた。大っぴらに宗教を広めて奴らが信者を集める真の目的は、そうか、信仰を隠れ蓑に集まった信者に目星をつけ、私利私欲のため生贄として捧げる狂気の沙汰だが、おそらくそれが真実だ。巨像の下に失礼られた祭壇へ。おっと、これ以上行かずねえ、儀式の邪魔はさせねえぜ。銃で武装した男たちが立ちはだかる。何分多勢に無勢。突破口を探し辺りを見ると、自前の聖女像を抱える信者が。これだ、少し借りるぞ。へ、サンタムエルテが捧げ持つ大釜を拝借。武器を手に一気に攻勢に出て、えっ、なげ、奴らの武器を払う。半分夢見心地の住人だ。握力もほぼない。大丈夫か。ええ、また助けられたね。なんとかオナの救出に成功する。だが唐突を失ったマフィアが銃を乱射。くそ、思い知らせてやる。皆殺しだ。酩酊状態の信者、地獄絵図とはこのことだ。間一髪で逃げれたが、10人を超える死者が。過去にも同様の事件が起きたらしい。信仰だけでは避けられない人間の争い、人の弱さ、脆さ、やはり俺は何もできないのか。考えすぎじゃん。え、あんたは私を2回も助けたじゃん。これって私が神に祈ったからだよ。すごくない？あんたは知らないうちにサンタムエルタ様の使命を受けていたの。すべてマイナスに考えないでよ、私の王子様。体の芯が凍ったみたいだ。ああ、ありがとう。オーナー、そんなに盲信していたのか。じゃあ、ここうちだから、バイバイ。あの体験をすべて、サンタムエルテの御加護と決めつける。いや、違う。それが宗教か。この宗教が正しいか正しくないかは、正直、判断がつかない。弱っている人々の心につけ込み、犯罪に巻き込むのは絶対に違う。はずだよな。やり場のない虚無感を持て余し、俺は帰国の途に着いた。Mind, soul, body, that be my holy trinity. Move like running water, flowing so fluidically. If it ain't broke, then don't bother fixing it. Focus on the importance of life.